ようこそ皇室ジャパンへ。いつもご視聴ありがとうございます。2022年12月9日、皇后雅子さまが59歳の誕生日を迎えました。誕生日にあたって発表された文書には、もうすでに人生のちょうど半分を過ごしたきた皇室への率直な思いが込められていたといいます。家族思いの雅子さまが一体どんな気持ちで59歳を迎えたのでしょうか。雅子さまのことです。辛いことがあっても決して投げやりになったりせず、どんな時でも前向きに進んできたのではないでしょうか。2022年皇后雅子さま59歳のお誕生日を迎えるにあたり発表された文章、視聴者のあなたも私と同じようにとても興味があるのではないでしょうか。そこには全ての答えがありました。響きました心に。何度読んでも涙が出てしまうのです。 SNS では多くの国民からそのような声が上がっています。人生の半分を皇室で過ごされたという雅子さま、私も雅子さまのお言葉が心に刺さってしまいました。今回は59歳のお誕生日を迎えた雅子さまが発表されたお言葉を全文にわたってご紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。12月9日、59歳のお誕生日を迎えられた雅子さま、皇室に嫁いでからの日々を振り返られました。皇室に入りましたのが平成5年6月9日、ちょうど29歳半の時でした。本日の誕生日で、その時からちょうど29年半になります。いつの間にか人生のちょうど半分ほどを皇室で過ごしてきたことに感慨を覚えております。人生のちょうど半分という長い年月を皇室で過ごされてきた雅子さま。59歳になられた今、今までの人生をどのように振り返るのでしょうか。1963年12月、小和田家の長女として東京の虎ノ門病院で誕生された雅子さま。幼少期の頃は、その多くの時間を海外で過ごされた雅子さまは、キャリアを積みながら、なんと、世界最高峰といわれるアメリカのハーバード大学を卒業しました。その後、1987年には外務省に入省。天皇陛下との出会いは、その前の年のことだといいます。東宮御所で行われたスペインのエレナ王女を歓迎する式典。陛下と雅子さまはそこで運命の出会いがありました。天皇陛下は雅子さまについて、非常に強い、良い印象を受けたとする感想で、何かインスピレーションを感じられたのでしょうか。ですが、皇室に入ることを拒み、一度は断られたという雅子さま。そんな雅子さまの心を動かしたのは、天皇陛下の熱烈な思いだったそうです。これまでのキャリアを捨て、皇族になった雅子さま。ご結婚が決まったのは、天皇陛下は33歳、雅子さまは29歳の時でした。天皇陛下の思いは、雅子さまの言葉からも伺えます。不安や心配がおありでしょうけれども、雅子さんのことは、僕が一生全力でお守りしますからというふうにおっしゃってくださいました。結婚後は、国際親善にも力を入れられたのですが、周囲からお世継ぎの期待がかかり始めます。当時、皇太子だった陛下は、あまり周りで波風が立ちますと、コウノトリのご機嫌を損ねるのではないかというふうに思います。と雅子さまに寄り添います。
そして雅子さまが37歳の時、待望の長女愛子さまが誕生。本当に生まれてきてありがとうという気持ちでいっぱいになりました。今でもその光景ははっきりと目に焼き付いております。そんな愛子さまは立派に成長し、昨年には成年皇族になられました。愛子さまのご成長をずっとそばから見守られてきた皇后さま、愛子さまが3月の成年皇族としての初めての記者会見に挑まれた際も、皇后さまはさまざまな心配りをされていたといいます。成年皇族としての記者会見ですから、それが愛子さまにとって良い形で行えるように、雅子さまは会見中も近くの部屋で待機されていたと聞いています。誕生日にあたっても愛子さまの良い映像を皆さんに提供したり、愛子さまの近況を皆さんに良い形で伝えられるように、一生懸命いろんなことに気を配られるそうです。体調を整えながら多くの人々に心を寄せてこられたこの1年、それでは皇后雅子さま59歳にあたって発表された文章を全文にわたって見ていきましょう。今年もこうして無事に誕生日を迎えることができますことをありがたく思います。この1年はコロナ禍も続く中、国際的な紛争や世界各地での自然災害などが重くのしかかり、心が痛むことの多い年であったように感じます。世界各地での戦争や紛争により、子どもを含む多くの人の命が失われていることに深い悲しみを覚えます。国際社会において平和な世界を作っていくという大きな目標に向かって、皆が相手を尊重しつつ力を合わせていくことの大切さを身にしみて感じております。水害や地震などの大きな災害も起きており、パキスタンでは夏の期間の豪雨により国土の約3分の1が水に浸かり、全人口の約 15% にあたる3300万人が被災したと聞きます。洪水や干ばつによる被害は他のアジアの国々やオーストラリア、アフリカ、ヨーロッパ、アメリカなど世界各地で起きており、気候変動対策が急がれます。今後持続可能な世界を築いていくためには、世界の人々が知恵を出し合い、共に手を取り合って協力していくことが急務であると感じます。国内でも地震や大雨、そして台風による災害が今年も起こりました。亡くなられた方々とそのご遺族に心からのお悔やみをお伝えするとともに、被害に遭われた方々にお見舞いをお伝えいたします。英国のエリザベス2世女王陛下が70年もの長きにわたるご在位の後、今年9月に崩御されたことも残念なことでした。英国国民はもとより、世界中の人々が女王陛下の崩御を悼みました。長年にわたって人々を導かれた女王陛下のお心の深さや知性、そしてそのご存在の大きさを改めて感じ、心からの敬意と哀悼の気持ちを抱きました。我が国においては、今年は沖縄復帰50周年という節目の年になりました。そのような年に秋の国民文化祭及び全国障害者芸術文化祭に際して沖縄県を訪問できたことを嬉しく思うとともに、平和の尊さや大切さを改めて心に深く刻む機会になりました。コロナ禍の中で地方への訪問を3年近く行うことができずにおりましたが、10月に開催された栃木県での国民体育大会の折に再開することができ、11月には
兵庫県での全国豊かな海づくり大会に出席することができるなど、各地で大勢の方に笑顔で温かく迎えていただいたことは、想像していた以上に嬉しく、またありがたいことでした。一方で、コロナ禍や最近の物価高などにより、多くの人々がさまざまな困難を抱えながら生活していることに心が痛みます。3年近くにもわたって制約のある生活を続けている子どもたちへの影響も案じられます。重苦しい空気の中で過ぎてきたように感じる今年ですが、先日のサッカーのワールドカップでは、日本中の人々が熱心に応援をする中、日本代表チームが素晴らしい健闘をし、多くの人々に大きな感動や夢とともに困難に立ち向かう勇気を与え、日本の人々が心を一つにする機会になったことも印象に残る出来事でした。今回50代最後の誕生日を迎えるにあたり振り返ってみますと、私が当時の皇太子殿下との結婚により皇室に入りましたのが平成5年6月9日、ちょうど29歳半の時でした。本日の誕生日で、その時からちょうど29年半になります。いつの間にか人生のちょうど半分ほどを皇室で過ごしてきたことに、感慨を覚えております。これまでの人生を思い返してみますと、29歳半までの前半にも、また皇室に入りましてからの後半にも、本当にさまざまなことがあり、たくさんの喜びの時とともに、時には悲しみの時も経ながら歩んできたことを感じます。そして上皇上皇后両陛下のお導きをいただきながら、どのような時にも天皇陛下をはじめ多くの方々に私の歩みの一歩一歩を支え、見守っていただいてきたことを思い、心から感謝したいと思います。来る年が我が国、そして世界の人々にとって安心のできる、より良い年となりますことを願いつつ、これからも国民の皆様の幸せを常に祈りながら、できる限りの務めを果たしていくことができるよう努力したいと思っております。この機会に、日頃より皆様から寄せていただいている温かいお気持ちに対し、改めて心からのお礼をお伝えしたいと思います。何度読んでも涙が出てしまいます。皇室に入られてから今日までのことを振り返りながら、喜びの時、そして悲しみの時もありました。ですが、いかなる時も天皇陛下が小川にいてお守り支えてくださり、可愛らしくて大切な敬宮様の存在が皇后様の心を支えてきたのではないでしょうか。皇后様のお言葉、心に深く響きました。世界にも広く目を向けながら国民の幸せを願い、国民と共に、そんな慈愛や真心の皇后様こそ国民大多数9割以上に愛されていらっしゃいます。お人柄や生き方が多くの人の心をつかみ離さないでしょう。皇后雅子様、お誕生日おめでとうございます。世界や国内に目を向け、緻密に構成された文書には雅子様の思いが伝わってきます。皇室に入られて29年経ったのですね。正直さまざまなご苦労があったと思いますが、とても温かさや人間味のある皇后陛下になられたと思います。優秀な人はどこでも能力を発揮できるのだとつくづく感心いたします。当時、雅子様をと思い続けた陛下もやはりすごかったと思います。雅子様が皇族となられ、皇后陛下になられたことは必然だったのではないかとつくづく思います。天皇陛下の見る目は確かなものであり、そして雅子様のお気持ちを引きつける魅力がおありなのでしょう。
天皇陛下とご一緒に日本の誇れる天皇ご一家を築かれ、愛子さまも誰からも愛され敬われるお子さまにお育てになられ、そのご一家のお幸せがあふれる映像を拝見するだけで心が温まるのを覚えます。さまざまなことにお心を寄せられ、心痛めることも多々あられると思いますが、天皇ご一家のお心は国民に、世界に届いていることだと思います。この文書はおそらく雅子さまがご自分で考え遂行されたものと推察します。内容も一貫として国内外問わず他者への寄り添いと思いにあふれていて心を打たれます。天皇陛下、愛子さまと共にご家族で常にこういうお気持ちで日々を過ごされているのだと思うと、ご一家のお幸せを願わずにはいられません。世界各地で続く戦争や自然災害での被害に思いを馳せられ、お気持ちを述べられる皇后さま、水をライフワークとして研究を重ねられている天皇陛下とお気持ちも通じ合っておられると思います。文章全文を読み胸がいっぱいになりました。両陛下とも確かに私たち国民と歩みを共にしてくださっていると改めて感じました。ありがとうございます。私にできることは両陛下や敬宮さまの健やかな日々を祈るだけですが、心を込めて祈らせていただきます。お誕生日おめでとうございます。どうか喜び大きい1年間でありますように。これからも体調に気をつけて、ご一家の喜びが多い1年であることをお祈りします。平和への祈り、本当にありがたく思っています。雅子さまのお幸せを心よりお祈りいたしております。いかがだったでしょうか。皇后雅子さま59歳のお誕生日のお言葉はあなたの心に響きましたか。人生の半分という長い期間を皇室で過ごされた雅子さまの思いが伝わってきたかと思います。最後までご視聴ありがとうございました。今回は以上となります。あなたの感想をコメントでお寄せください。この動画に対していいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、動画を見逃さないようにチャンネルの登録をお待ちしています。それではまた会いましょう。